ラダー抵抗を用いた回路の一例。カスコード接続されたトランジスタのバイアス電圧をラダー抵抗が提供している。ラダー抵抗回路、もしくは電圧ラダーとは、複数の抵抗器を直列につなぎ、全体に電圧を印加する単純な電子回路である。ラダー抵抗は、フラッシュ AD 変換回路などに用いられる、一連の参照電圧の提供に便利である。 各抵抗器に起こる電圧効果により、電圧の高いものから順に一連のはしごの応募が生じる。各結節点における電圧は、オームの法則を用いて、簡単に計算できる。ラダーは、直列回路であるから、各抵抗器に流れる電流は、すべて同一であり、全電圧を全抵抗の抵抗値の合計で割った、値やイ,イコールとなる。電圧効果は、 アイルにより容易に計算できる。ただし、RN は対象となる抵抗器の抵抗値である。接地点に対する各結接点の電位は、接地点からその結接点までの抵抗器の電圧効果の総和となる。電流を直接計算しなくても、分圧の考え方により、電圧を決定することもできる。この方法によれば、V を総電圧、レックは総抵抗値、RN は 対称抵抗器の抵抗値核抵抗器の電圧効果は VRN レックとなる。である。各結接点の接地点に対するデニーは電圧効果の合計として計算することもできるが、結接点と接地点の間にある抵抗器を合成して抵抗値 RT の一つの抵抗器とみなして VRT レックと計算することもできる。ありがとうございます。